よし、どうも皆さん、大河くんと申します。では続きやっていきたいと思います。まあ前回の続きと言いたいんですけど、まああれですね、そのままちょっと続けていこうと思います。この二刀流は変わらず、ジャンプし。ガスを吸ったか？大丈夫そうだ。運がいいな。スペースラスかけるぞ。何？当たんねえ。階段を上がれ。屋根に出るぞ。やべ、めっちゃ暗っ。階段上がれって言われても、そこいますよ。右側の窓だ。右。こっちか。危ないな。行ける。ごめんなさい、さっさと上がれと。全然くらない。どういう、あれ、これ味方じゃねえ、撃っちゃったよ。おぶら、撃っちゃった。あ、やべ、ちょっと普通に降りちゃったよ俺。まあ足んない距離ちょっと待って、いや、あの構造上、あ、これジャンプだって思った瞬間にはもう遅かった。飛べっつってたね、確かに。痛い。あ、死ぬ。ってか、撃たれて死ぬ。え、ジャンプしたよ、俺。は？ジャンプしたよ、今。なんでやねん。つながれる。これさ、あいつらが行ってからじゃないとダメなのかな。はい。え、不安なんだけど、これ大丈夫？よし。手を貸せ。ごめん。必要なものを取れ。奴らはすぐに来るぞ。死人の割には準備がいいな。運命を受け入れたからといって危機として死に急ぐつもりはないんだよ。勝手に取ろう、イギリス野郎。何がいいかな。普通にアサルト系が欲しいな。これで。あれ？あ、香港ついてたな、最初。ん？えべべべ、おぶれ、終わった。とりあえず回復してから。いやー、そこで死んだ。あれと思って今。見づら、これハドソンなんだ、これやっぱり。
危ない、どうなんやろう。キーパーズ、こっちの方がいいな。あんま変わんないわ。やば、やばいやば。スパッツのがいいな。危ない。こういう系のなんかゲームにおいてさ、ストーリーとかでね、ショットガン強くない？ショットガンめっちゃ強いよね、こういう系のゲーム。白馬が、お、増えた。どっちだ？左のドア。左？あぶない。一割れた。めっちゃ打たれる。うわ、めっちゃ出てきた。やべ。あぶぶ。ラググレーで投げたね、これ。上がれない。上がれない。ここの先は行けない。ドーン。当たんね。何の武器これ。あれ、まずい、まずい、まずいですよ。どっから銃が。何これ、あいつか。うわ、なんかめっちゃ横から撃たれるな。なんだ、誰がいいんだ、あいつか。よし、やべ、あれ、あいつらどこ行った？ごめんなさい、急ぎます。出てくるやん。
パイプを降りる。勝手にやってくれるのよかった。立ち上がれないって言われても立ち上がろうとしてない。下にも二人いるぞ。問題ない、俺に任せろ。俺がやるのか。ドラゴビッチはここまでしてお前の口を封じたがっている。まだ何か隠してるな。ノバシックスのことは話したの。うん、やつらの発動拠点はドラグの倒す。カンボジアか。本拠地はウラル山脈のヤマンタウ。スナイパーか。サイナーはそこに。プロジェクトノバの最終準備のため。他には噂でもいい、何かないのか。やつはドラゴビッチの数字の話をしていた。どんな数字だ。計画の鍵を握る数字だ。これ言ったらいっぱい出てくるんだろ。めかんと終われないよ。やりきれなく流れるように、よし止めた。流れるようにここ入ったから、すごくね、かっこよかったね今。でも全然決めれなかったけど。あ、いらん世話だ。ドラゴビッチ、あと始末に人の手は借りる。弾は残ってるか。まだ先は長いぞ。本当？マジかよ。こっちだ。ちょっと待ってください、喉が渇いた。激戦ゆえ。失礼、やるぞ。あ、ドラグノフ持ってる。うお、なんかすげえ、これなんだこれ。こんなとこにあったんだね、武器。 RPG ぶち込むか。すごいカーブしたな。この辺か。え、めっちゃ上に上がってくな。じゃあこの辺。あべ、死んじゃ、え、めっちゃ上に上がってくな。じゃあこれで、これ見やすいかも。あ、見やすいかも。ここいるだろう。死んだかな。あ、どっち行くのこれ。下？下か。2枚抜き。生きてるのかこれ。よし、あとは あ、これは NPC か。あとは、RPG 持ってない。よし。ん？と思った位置は合ってたな。上からの索敵はなくなるけど、
降りるしかないのかな。左のバルコニーだ。オッケー。あ？アゴダウン。おお、なんか撃った。とりあえずとりあえずショットガンこういう状況だったらさ、なんか撃っときゃなんとかなっちゃう。廊下を突き当たりまで行け。上までは狙えなかった。弾が足んねえ。次のバルコニーに撃つ。下か。死なね。硬いな。このゲームなんか後半なぜ か敵が硬くなるからな。まあ前半なのに硬い。普通の難易度ノーマルだった気がするけど。また外へ。右のバルコニーだ。もう行っちゃっていいか。生きてんのかい。ショットガン撃たれて肩を押さえる程度のダメージっておかしいだろ。敵の反応速度がやっぱりすごすぎる。よしよし、弾前から出てこないから。うわっ、無理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 。それはさすがに無理。マジかよこいつ。倒せてないだろ、これ。こう言ったら死ぬかな。危ない危ない。あいつ論外だろ。生かしておけねえ。当たんねえ。なんでこれ、当たんない。あ、こいつ味方かよ。もう少しだ。武器と弾薬だ。いるものを取れ。ありがてえ。どうしよっかな。今の編成で全然満足なんだけど。多分こっち、この編成多分強いと思うんだよね。でも、え、死なないこいつ。やば。OK。おぶれ。装填時間かかりすぎ。目標達成。行こう。おぶれ。俺も同じ運命。博士、あぶれ。まさか展開的に、展開的に。博士普通に戦闘能力あったな。行こう。よく持ち上げられたな。脱出せよ。よし、当たった。よし。とりあえず安全確保しよう。
よし、股間打ってやったぜ。お前はもう小作りができねえ。てか死んでるけどな。あ、撃て。これ一発受けたら死ぬやつ。何これ、どっから撃たれてんのこれ。ほい。入れてべ。これ一定処理してもらわないと俺が撃たれて死んじゃう。よいしょ。この状態で撃たれたら死ぬんだか。行くっけない。おお、こんにちは、どうも。いっぱいいる、ここ。あれ、これ味方か。撃ったところだった。てか撃ってた。どこに向かう。グラークはドラゴビッチの元で働く元ナチスの科学者。かっけえな。そいつの名はシュタイナ。みんなかっけえな。ソ連の山の探査に向かうぞ。ふい、激戦。正気じゃないとハドソンが言う。疑心暗鬼にかられクラークはノバシクスを生み出した。人を一瞬で死にたらしめる神経だ。ドラゴビッチの民謡でクラプチェンコはベトナムでテスト。ベトナム人、俺たちの仲間、自分の部下、手当たり次第だった。ふん、モルクトのボルクタで語った。何を聞いた。メイソン、よく聞き。だいぶ昔の話だ。遠い昔のな。ドラゴビッチ、シュタイナ、クラフチェンコ、奴らに死を。奴らが何をしたのか聞かされた。どういう連中だったか、なぜ奴らが死すべきか。私の父親はスターリングラードに住む音楽家だった。音楽家なの。ドイツ軍に占領されていた時も父のバイオリンは辺りを素晴らしい音楽で満たした。コルサコフ、スターソフ、祖国の偉大なる作曲家たち、同胞たちにとっては希望、ドイツにとっては抵抗の象徴だった。今でも私の耳にはあの音色が残っている。眠っている間に父はナチスに喉を切り裂かれた。ナチスと手を組むのは裏切りだ。母なるロシアに対する裏切りなのだ。だがドラゴビッチやクラフチェンコはそんなことを気にかけもしなかった。奴らの頭にあるのは己の利益と野望だけだ。お、積み終わりました。待機しています。ビクトル、時間だ。ああ、ディミトリ、いよいよファシストどもの残党を狩りに行く時間だ。ディミトリさん、かっこいい。ネフスキー、装備を取れ。今から移動するぞ。私はトーチさんだ、トーチさん。東部戦線の厳しい冬を戦い抜いてきたのだ。寒さには馴染みが。名前合ってるかな。それでも毎回この人の名字なんて読むか分かんなくなるの。あの日の思い返すと全身の血が凍りつく。昔の子。おお、かのベルリンの英雄が一緒とは光栄だ。戦いに飽きないのか、レズノフ。母なるロシアに敵がいる限り、私は祖国の呼びかけに応えるだろう。声がかっこいい人って最高にいいよね。羨ましすぎ。レズノフなら今の言葉通りにやる。
我々は一人のドイツ人、そのためだけにここにいる。フリードリヒ・シュタイナー博士、彼は我々に協力を申し出てくれたのだ。危害を加えてはならん。背いた者は銃殺する。割と真面目な若元さんだけど、若元節を封印してないね、あんまり。完全排除した若元さん、マジかっこいいから。マジで若元節何にも発揮しない、ただただ演技してる若元さん、めっちゃかっこいいから。ドイツが侵攻を開始した。若元節も好きだけど、ヤスとクラフチェンコのせいで私たちは絶望的な状況に置かれた。応援を確約されていたが、約束は破られた。ドラゴビッチとクラフチェンコは日和見主義だ。2番1ため、奴らに気を許すな、デミトリー。デミトリー・ペトリアンコは私が出会った中でも屈指の勇敢な男だ。スターリングラード攻防戦からベルリン陥落まで私の横で戦ってくれた。勝利を勝ち取るために彼が受けた傷は祖国で英雄として迎えられるのにふさわしいものだった。だがスターリンは英雄など必要としていなかった。シュタイナーには手を出すな。奴が死んでは意味がない。さあ行け、二人ともだ。行こう。ドイツ軍の基地を強襲。そうだな、友よ。どこいんの友、どこいんの友。隅から隅まで、めっちゃ遠くいる。シュタイナー被害には容赦するな。うわー、無視でいいんだよな、こういうの。もみ合って、つかみ合ってんのとか。いて。よく俺のこと気づいたな、今のやつ。振り返って撃ってきた。あ？ありがとう。え？今ちょっと無抵抗に。ごめんなさい、降伏しようとして一緒撃っちゃった。何これ、どういう銃なんだこれ。まあでも結局 NPC に殺されたんだろうけど。ああ、ごめんなさい。味方の NPC が殺しちゃうでしょ。なんだよこいつら。とりあえずこっちから回って、どっちかっていうとスナイパー系ライフル、本当に文字通り狩猟とかに使う系のライフルなんだな。パンツって書いてある今。パンツァーシュレックさーん、生きてる。すごい通り抜けていくな。あ、なくなっちゃった。あ、銃取れねえ。これ。よし。あ、おなじみの銃来た。使い慣れてる銃。前進だ、どうしよう。次の区画を狙う。やる。歯向かう者は叩き潰せ。これ使い慣れてる銃だ。逃げろーってそこにいたら、まだ後ろ制圧してないですよ。来てくれない。気をつけろ、まだいるかもしれない。まだいるの、そこ。
これも慣れてきたな、だいぶ。あべ、落ちてきた。何の銃？拾えねえんだよな。表示がなくなる。ここにはいない。いました。敵が。反対側？あれ、これ降りなきゃダメ？L2 で迫撃砲。あれ？あれ？間違えたかも。ここってことだよね。オッケー。危ない。迫撃砲を発射する。味方か。結局迫撃砲どこに落ちたか見てなかった。味方だった。これ死なねえタグネスだな。すげえやつだなと思ったけど。めっちゃ仲いたわ、今。よし。ナイス。一直線上に撃てばいいだけって楽。あそこか。これ普通にこっち側行っちゃうのか。何の銃？ STG。 シタイナーはこの近くのはずだ。臆病者はみんな一緒だ。戦場から一番遠くに身を降伏してんのに。戦争とは無情だな。任務が終わったら故郷に戻れるだろうか。そうだな、友よ。そう願いたいがな。この人たちの故郷ってロシア？あー、ひでえ。降伏するか。死ね、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 死ね。アシストの急詰め。ずるいな、あれ。やべ、それはまずい、それはまずい。危ねえ。いや、何これ。これ何なんだろう。手榴弾だよな。超食らう。何これ。こんにちは。なるほど。こんにちは。え？投げ返された？こいつらダメージ判定ないんじゃん。うるせえなこいつ。
全然当たり判定ない。こいつもうるせえな。正面にめっちゃなんかいるな。これ迫撃砲で指示できるのかな。あ、できるんだ。ほい、ちょっと奥に。全然当たってねえな。登れないか。こっちからやろう。よし、近い。あ、味方だよこれ。ごめんごめん。え、俺味方撃ち殺した。てかこのゲームストーリー上で撃ち殺せるんだね。すまない味方、俺が殺したこいつ。あれ、これ死んだの。味方まだ死んでるよなこれ。すまねえ、ガンガン殺す気でやってた。階段を上がる。投げ返したかったな。死んだ？味方死んだ？嘘でしょ。いすぎ。俺死んだら終わるから。おい、ミスるな、投げんの。自爆してんじゃねえか。いない。早く来て。武器を私に向けるな、ロシアの犬め。なんだこいつ、なんでこいつ偉そうなの。では会わせてもらおう、ドラゴビッチ。そのドイツ人の目の奥には第三帝国の邪悪な炎がまだ燃え盛っていた。その瞬間、私は全身全霊でそいつの歪んだ人生を終わらせてやりたいと思った。だが私は兵士だ。命令は絶対だった。レズノフ、部下を集めろ。そんなに大事なものがここにあるのか。将軍は手柄を。ドラゴビッチ将軍に交流。ここには母なるロシアにとって大きな価値のあるものがあると考えているようだ。将軍としたいな、まるで窮地の中で。嫌な予感がするぞ、レズノフ。どうか急ぐのだ。あれを取られるなら破壊すべきと考えるドイツ人もいる。問題ないと言ったのは貴様だぞ。 SS に命令などはできんよ、ストラゴビッチ将軍。彼らは死ぬまで帝国のために戦うと誓っているんだ。立派だが、くだらん。クラフチェンコ、終わりにしろ。レズノフ、部下たちと先行しろ。了解。ペトレンコ、ビカレフ、ネフスキー、ベロフ、移動するぞ。了解。したいな。
イフティゲルシュトルム計画への関与について聞かせてくれ。43年、相当は連合軍をいつまでも押しとどめられないとさ。我々は通常兵器に頼らない解決策を模索した。戦時中、喋ってんこいつらか。私は化学兵器の研究に没頭していた。繊細でストレスのたまる仕事だよ。だが完成した兵器の威力は我々の予想すらはるかに凌駕していた。そしてそれが今この船に積まれているというわけだ。ロボシックス、トカレフプラスフラッシュライト。この持ち方かっこいいよな。やば、敵なんていんのか。開けます。うん、ノバシクスとやらがどれほど強力でも運搬する手段が必要だったはずだ。 V2 ロケットだ。この基地から発射されるはずだった。ターゲットは指揮中枢だ。第一目標はワシントン、次はモスクワ。見上げた野心と実行力したいと思います。だが間に合わなかった。イギリス軍に爆撃され、船は航行不能に陥った。やがて氷に閉ざされ、できる限り回収を試みたが手遅れだった。ドイツは降伏し、ベルリンにロシアの旗が掲げられたと。 SS は攻撃されたら船を沈めるよう命令されていた。だが失敗した。爆薬が起爆することはなかった。ここだ。レーズノフ、扉を開けろ。 OK、 喜んで。敵いんのかこれ。こうして我々はついに見つけた。ノバ6を、ドイツの大量破壊兵器が母なるロシアのものとなったのだ。そう思ったのもつかの間、勝利は長続きしなかった。ドラゴビッチは毒の効果をその目で確かめたがっていた。目の上のコブを消すにもいい機会だった。私は長い間奴らへの不信感を抱いてきた。予知できた裏切りだった。やばくない？ディミトリ・ペトレンコは英雄だった。英雄らしく死なせてやるべきだった。使える部下はなんでそんな切り捨てるんだろうね。なのに祖国の栄光のために死ぬのではなく、安難の意味な。まさに命にだ。むしろベルリンで戦死していれば、ムニの親友が死んでいく姿を見ながら、ドイツの兵器を追っていたのは我々だけではないことが分かってきた。西側連合軍はハゲワシのように旋回していた。もちろんドラゴビッチとクラフチェンコ、それにシュタイナーはさっさと逃げ出し、私はイギリス軍、コマンド部隊の襲撃です。まだレズノフが喋ってるでしょうが。もう死んだが、スナイパー、渡すわけにはいかん。
いや、理不尽すぎ。どれ爆発したの？それか。当たってない。全然当てれねえや。あ、死んだ。私が爆薬を仕掛ける。この船を地獄の底に沈めるんだ。どちらにもこの悪魔の敵を渡すわけにはいかん。さっきのドラム缶、他にあったのかな、位置的に。全然出れねえ。何これ。です、ステン。危ない。こっちだな。ちょっと待ってくださいね。いていて、やべ。敵が多すぎるんだよな。中心点こっちか。あ、オッケー。ちょっと待て。よし、急げ。船から降りるんだ、早く。ど、扉が開かない。レンズの支柱を打つんだ。どこ見えている。よし、行け友よ。行け。俺は一足先に逃げさせてもらうぜ。止まるな。これは我々の戦争ではない。仙台へ脱出するぞ。全てのものだ。味方はいない。あれ、俺が殺したっぽいっす。どうやってそっち行くんだ。どうやってそっち行くんだ。これジャンプなはずない。え、こうか。急げ、もう2分しかない。まずい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 。侵入。死んじゃうよ。硬すぎ。走れ、もう時間がないぞ。どこどこどこ、地下。ロープで降りよう、急げ。よし、間に合って行け。レッドフ行け。え、手に渡ることは阻止した。だが、それで全てが終わった。あいつめっちゃ走ってくやん。捕らえられ、ボルクター送りになってすぐ、私はドラゴビッチの真の目的を知った。奴は死んでもノバシックスを諦めた。そう、あいつのとこまで逃げたい。
見捨てられたんだが。メイさん、聞いてくれ。時間がもうないのだ、友よ。彼らはあれを破壊してくれるだろうか、それとも使いたがるだろうか。主義主張は違ってもやることは同じだ。私を利用したようにお前も利用されるだろう。決めるんだ、何のために戦うのかを。ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナー、奴らを生かしてはおけない。ハドソンはクーロン城での任務を達成、ドラゴビッチの切り札を発見した。ノバシックス、それは触れただけで瞬時に死に至る激烈な進化。激薬で、激ヤバの細菌兵器。話をベトナムに戻そう。マクビーの拠点から脱出した後もお前はレズノフと一緒だったのか。レズノフはいつも俺と一緒だった。確かか。北だ。俺たちは北に向かった。そしてベトコンにヘリを撃墜された。それでもレズノフは生き延びた。そこにはドラゴビッチの右腕クラフチェルコ、クーロを知っていた。こちらホテル91、セクタープラボー3号セブンナイナーに墜落する。メーデー、メーデー。デイビス、大丈夫か。どういう状況これ。フランク、大丈夫か。クソ、足が手をかける。来るぞ。なんだこれ、どういう状況だ。ちょキャブった方が早いのでは。レズノフ3番に乗れ。よいしょ、こんにちは。さらに、うわもうお前用済みだ。え、これどうすればいいの。なんか普通に投げ出されたんだが、水むずいなこれ。この辺か、この辺か。よし、よし、全然前行けない。ウィスキーチーム合流。良い戦友を選んだな、メイソン。私は高台に上がり、クラフチェンコの拠点を探す。スコーピオンもらったか。離れようぜ、ビクトル。リマライナー X3、こちらウイスキー、応答。あ、ウイスキー、どうぞ。うっつ、ヘリでやられたと思ったぜ。次のプランは南東の外周部を制圧し、集合地点で合流だ。割と銃の名前覚えてんな。ウイスキー移動開始、オーバー。無事で何より撃つ。集合地点はすぐ先だ、ボーマンが待っている。応答を立てるな、ナイフだけだ。
どこ？あれやるのかな。あそこい。あいつ早くね。ドラゴンピッチ、クラフチェンコ、シュタイナー。ブシュー。あれ、撃つどこ行った。こっちか。へっちゃり。カモペに限るぞ。すげえ情けねえ声聞こえたな。メイソン、状況。この村の近くのどこかにクラフチェンコ指揮下の前哨基地がある。こっちの観測機がやられている。対空砲だな。片付けてボレットを呼ぼう。ウィスキーチーム、橋と東の川を押さえろ。レイソンは俺と西の外周を行く。合流地点はあの村だ。5分で来い。いいな。了解。ウィスキーチーム続け。また後で。C4 を設置せよ。機関砲を破壊せよ。あ、これか C4。 よーし、よいしょ。プレゼントや。喜んでくれるかしら、子供たちは。いけねいけねいけ。チェックポイント。ん？行けねえってことは待てってことなんだよ。え？こいつ死んでんの？なんだこいつ。あれ、こいつ死んでんの？寝てんのか？寝てるだけ臭いな。何これ？おいしい。本当に3分で行けるんか。川を渡る。死亡設置せよ。よいしょ。長押し爆薬これか。設置っていうか置いてる。あそこ開くんや。あれ、これ見た方がいい？絵面的に。おう、これ階段だったのか。爆薬を設置した。シエラ配置についた。ウイスキーよし。了解。X-ray 前進。起爆装置はここだ。いいのやって。前方の燃料庫にプレゼントを入れといたぜ。よし。メイソン、セムテックスの威力を見せてくれ。こいつ何？
豚か。武器変わった。やべえ、あれ無理無理、それ無理無理、それ無理。片付いた。前進。メイソン配置につけ。足を確認しろ。ダンゴダウン。配置につけ。奴らを始末しろ。このゲーム毎回銃撃戦してるな。まあ当たり前だけど。マジ、それはマジな。この船のやつが邪魔だな。よし、全然狙えねえな。あのどっから大事な。やべ、これはまずいな。こっちから行った方がいいか。あれこれ、こう、ん？ワンゼロワンゼロ、こっちはウイスキー、代わり機関砲を発見。メイソン、早く。ごめん、何？どうすればいいの？右にチャーリー。ライスメイソン、ジョンソン、あの方に、402をぶちかわせ。川沿いの小屋の隣だ、見えるか。チャーリーはよほど対空砲がお気に入りらしい。ワンゼロ、巣は体、目標制圧。メイソン、M202 を使えるか。じゃあ、いつか。メイソン、M202 を使え。なに、L902 って。は？全然使わずに終わってた。グレネードで全てが解決した。おー、ぶれ、綺麗に撃てた。お、なんだ、てかスナイパーあったんかい。あ、上死んでる。よし、じゃあ先進もうぜ。先行しろっつってさ、このこん中進んだら死にますけど。うん、どれ。よし、結構俺すなってるよ。よし、前方に地下通路、分かってる。チャーリー、クショーゴ、お前敵だったんかい。タンゴダウン。力打つか。めっちゃ座って打ってるやついる。仕留めた。あれ？
前方に地下通路で分かってる。その会話2回目。これか。開けて開けて。え、あーなるほど。クラフチェンコを探せ。俺で銃取ってこい。分かった。俺はこの手の捜索を続けさせる。行くぞ。今ないならこちら X-ray。半径3キロを偵察してくれ。ロジャー X-ray。お、これ持ってけ。ありがとう。記憶ね。クラフチェンコを見つけてやる。生きて戻ってこいよ。ボーマン先行しろ。行くぞ。L3 でつける。このクソ野郎はもう戦いそうにないな。知れないなこれ。止まれ。メイソン、撃つとこだったぞ。一人で戦うことはないぞメイソン。私はこちらから回る。わかった。静かに行け。お前どうしまったんだ。いいから行ってください。メイソン、しっかりしてくれ。聞こえる。セイフトが死んだ。ここはベッドコンの巣だ。おいおい、マジかよ。撃つ、落としろ。くそ。こんなとこいたのかよ。ネズミ撃ったらどうなんだろう。おっと、やべ、どんだけ叫んでんの。行けか。スイフトはどこに行った。死んだよ。悔やむのは後だメイソン。この地下通路にはソ連軍の痕跡がある。クラフチェンコに近づいてる証拠だ。ここだ。手を貸してくれ。よいしょ。言われなくても普通にここじゃねっていう場所だったな。気をつけろメイさん。敵の気配だ。あ、落ちた。よし。明かり俺がつけてるけどいいの。お前の番だぜ。先に行け。明かりもなしにこいつ前進んでたけど。で、こっち行ったらどうなんだろう。近づいて。あ、こっち側からも行けるんだ。へえ。お、びっくりした。は？は？あーんじゃないんだよ。ふざけんなお前。どっちだレゾン。直感を信じろメイソン。あ、また股間落ちちゃった気がする。あ、今足吹っ飛ばなかった。気のせいか。もうちょっと等間隔に並んでないとさ。奴に感づかれたらしい。で、急いで逃げたと。1968年2月4日、クラーク博士から提供された安定剤は、それを貸してくれ。ここは離れる。地元住民を使った実験により、これまでに製作されたノバシックスとしては最も高い効果を発揮した。ノバシックス。リバース島で
物実験同様、人体における症状の発現はまさに予想通りとなっている。あ、これまっすぐ行けばよかったのか。聞いてればいいんだと思ってた。確かにオートしてたね。皮膚に水ぶくれが生じ始め、続いて全身が角化、剥離および変色が生じる。これは表皮が壊死し始めていることを意味する。この段階では壊死した組織を次々と切除していくことにより、被験体をごく短時間ながら生存させることも不可能ではない。だが汚染組織を外科的に除去してもさらなる浸潤を防ぐには不十分である。症状の進行速度は成人男性ではほぼ一定だが、小児では壊死の進み方がより劇的で、多くは30秒から45秒で死に至る。これまでの結果は温暖な気候においてさえ有効な組み合わせが得られたことを示唆している。シュタイナー博士に成功の報告を。クラフチェンコ通信終わり。というわけでね、せっかくなので聞いてみました。このウイルスなんていうの、これ細菌兵器の症状とかの説明だったみたいだね。クソ、急ぐんだ。クラフチェンコが爆薬を仕掛けていた。エクセイ聞こえるか。クソ、急げメイソン。どうやってさ、このさ、こんなさ、狭い場所にさ、あのさ、機材とか持ち込んだんだろうね。あの空間どうやって作ったの、逆に。不可能じゃない。特報でワンワン。ワンワンワン。くそ、ベトコンだ、メイソン。どこだ、ウッズ。いた。早く。ウッズさん、ありがとう。よっしゃー、なんとかなった。デズノフが言っていた、数え切れないほど殺されたと。いいか、よく聞くんだメイソン。デズノフは信用に値しない。彼が何をしようとも、彼が何を言おうともだ。だがクラークの記録をくれた、ノバ6へと導いてくれたんだ。デズノフはお前が思っているような男ではない。いや、仲間だ。俺を逃がしてくれた。裏切られ、忘れられ、見捨てられ、同胞たちはみんな…メイソンのことを忘れろ。集中するんだメイソン。我々には時間がない。世界は戦争…これ一人になってるね。ここにいる、誰の戦争か。喋ってるやつ。大体お前ら誰なんだ。ああ、聞こえるんだ。いつも数字が…広域放送だメイソン。数列は広い範囲に送信されている。お前は洗脳を受けたんだ。お前はネコンが起きたようだった。クラフチェンコの拠点を目指してラオスに向かっていた。ラオス、クラフチェンコ、やめたことか。ベトナム各地で神経ガスをばらまいて奴を生かしとくわけにはいかなかった。そうだろ、一人残らず殺してやるんだ。ラオスだ、メイソン。お前はラオスに向かってネコンガを遡っていた。ジェイソン・ハドソンから何か言われていたろう。俺の担当か。彼は何と言った。ハドソン、CIA がノバ6を積んだソ連の輸送機を撃墜した。それだけもラオス。そこで SOG が投入されたんだ。何があった。まだ数字が聞こえてるんだ。送信されている。というわけでね、
メイソンさんは洗脳されてしまったらしいですね。うん。SOG チーム現地に投入、残骸からノバ6の回収を図る。ソ連側に片付けられる前にノバ6を確保するぞ。まあ行こう。ちょっと待って、でもさ、ウッズさんとかさ、メイソンさんとかに頼りきりじゃない？いつか活躍してるやつらがこいつらだけなのかな。単純に SOG だな。そうだろう。あいつらはダメだった。理由につけ。知るんじゃないぞ。了解。なんだこれ。M202 だ。ボーマン、受けに回って構えろ。レイソン、操縦だ。あ、俺が操縦するのか、これ。びっくりした。練習の反応を見てやろう。L1。プティーノ。行くぞ。あ、これ味方か。バンバン迫撃砲、自動ミサイルランチャー3両、捕まえない。敵移動中。完璧。難しすぎ、当てんの。邪魔だ。頭下げろ。よし、連続撃ってりゃなんとかなるわ。あれ、これもしかして言うな。あ、弾補充してくれた。これどうしたらいいの？ん？ん？あ、戻るのね。ガタ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 ってなってる。とりあえずバンバン撃っていいんじゃない？あれ？今なんか俺味方の船ぶっ壊した。やっぱ、ごめんなさい。俺割と無本だよな。やべ、壊れる。あ、回復した。まずい。うわー。初めて、今回初めて全滅した。3番だ。敵に立ってるな。来てます。予選に対空車両、攻撃しろ。周りが足りない。周りは敵だらけだ。よし、これで最後だ。当たってないな、これ。なんかよくわからないな、当たり判定、あいつの。とりあえず、じゃあまあ。よし。この辺かな？
よしよしよし。まずいぞ。完璧じゃない？見た？取ってないのか？今これ下がった方がいいのかな？爆発する爆発する。いや、耐久力あんな。うわー、負けた。嘘だろ。おかしいってそれは。エンジンどこだよ。いや、これどこ狙えばいいんだ。とどめをさせ。おら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 。よし、とりあえず回復しよう。あっ、物語の使用上死んだんですよね。よかった。あの新人はダメだった。ウッズは泣きたかったろうが、涙を見せる男じゃなかった。今のところは何も。待て、身に何かいるぞ。何だったかは分からない。確認できなかった。墜落機があるはずだ、見えないか。こちらからはそこだ。くそ。船のやつ地味に難しいな。ここには何も。墜落機はもう近いはずだ。クラフチェンコ。仕方か。感じるぞ。クラフチェンコは近い。何だった？クラフチェンコだ。近くにいるぞ。連中が前方で見つけた。殴ろう。目視で確認した。墜落地点だ。遺体と積み荷が散らばってる。オッケー。よっ。一人はここでボートの警備をさせる。残りはついてこい。そちらに向かってる。ああ、ショットガンか。装備のチェックは大事だね。ちょっと待てよ。ちょっと持つべきだったな。オブクロスは。よし。よし。さあ、ツチ。位置バレてんのがつらいな。無視していっちゃっていいのかな、こういうのって。
ダメだ。まずい。いやー無理だ。強引に行ったら行ったで出てくるから、一回出して下がった方がいいのかな。見えねえこれマジ。あ、これ味方だ。あいつ強えな。よし、味方か。あ、味方が来てくんないときついねこれ。そんなとこいたのかよ。スナイパーまだいんの？どういんだろう。俺さ、コールオブデューティー、普通バージョンのコールオブデューティーのさ、ストーリーも好きなんだよね。あの、俺が過去にやった、なんだっけ、モダンウォーフェア2とかだったかな。あれのなんかさ、あの、スニーキングミッションみたいなのもすごい面白くて。好きだったんで、ステンバイ、ゴーゴーみたいな感じの進行の仕方するやつ好きだったんだけど、雪山のやつ。超やり過ごしてきちゃった。で、当てるね。まだリアルの方がちゃんと当てれそうだよね、こういうの。こんだけ外してたら。出てこないな。無視していっちゃえ。お前か。俺、すっごい分かりやすいスナイパーがいたもんだ。何？なんだこれ。うわ。いいなこれ。これ左側の方にいるんだよな。あれ、いなかった。あの積み荷はノバシックスだ。クラフチェンコが気をつけるよ。喋ってる途中に来ちゃったから、ごちゃってなった。あれ、こっちか。これか。あれ、先に来すぎちゃった。早く来すぎちゃいました。言われて初めて進むんだな。何が？化学兵器だ。ノバシックス。
墜落で拡散したんだ。グレネードランチはチャイナレイクだぜ。なぜロシア人がアメリカの武器を。何か企んでやがる。ノバ6は消えたが、これを見ろ。地図があったぜ。これがクラフチェンコの拠点だ。ラオスの奥地だ。クラフチェンコ、生かしても OK。 OK、メイソン、行こう。生かしておけん、クラフチェンコ。あっちだ、見ろ。フォーマンスナイパーライフルを。メイソンはチャイナレイクで奴らを吹き飛ばせ。了解だ。お出しのそばにいるぞ。やっぱお出しに敵だ。この辺接近中。この辺もっと上か。よし、完璧。ただ死んでるかどうかがわからないな。この辺ハインドが戻ってきた。気をつけろ。え、びっくりした。ストーリー上のやつだよね。あ、あ、やばい。やめて。捕まっちゃう。連れてかれちゃう。だんだんなし。ああ、うわあ、くそー。久しぶりだな、メイス。貴様ら、昔話でもしようか。いやお前は再びドラゴビッチの手に落ち、部隊はラオス戦争を取ってきた。おそらく全滅だ。そのためハドソンはお前抜きでノバシクスを追わねばならなかった。ハドソンはヤマンタウ山へ向かった。ソ連の隠しレターがある。その通り、ウラル山脈の奥深くに隠された稼働状態の軍事施設だ。そこでハドソンはシュタイナーと接触した。初期型のノバ6を開発した元ナチスの科学者だ。ハドソンはそこであの数字について知った。そう、私もあそこにいたのだ。メイソン、ヤマンタウ基地に。なんてこった、あの数字は現実か。現実かも、メイソン。これはゲームじゃない。お前が協力しなければ大勢が死ぬ。送信センサーどこにあるんだ。送信施設は一体どこにあるんだ。てかこのさ、スプリッターで繋いでさ、なんかこの録画してるんだけどさ、なんか普通になんかズレとかなくていい感じなんだけど、いい感じっぽい。やったぜ、モーズリー対操作キャラか。これは？これなんだ？戦闘機か。TAD、こちらビッグアイ6、離陸許可を。ビッグアイ6、ランウェイ4から離陸せよ。KAD、セクターブラボー69で KC135 からの給油を要請する。了解、ビッグアイ6。KC135 はセクター内を飛行中。合流せよ。ビッグアイ6、進路クリア。OK、KAD、離陸する。え、まさか俺操作、俺戦闘機操作します。オーケービッグアイ、ムイワーヒュー、ムイワーローテイト。よし、下に倒すために加速旅行。
離陸します。ん？ん？おお、すげえ。なにこれ？なにこれ？スターフォックス始まった？デュン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 みたいなやつ飛ばす？すごいなんか。あ、ターゲットインジケーターを使ってキロワンを探せ。なんだこれ？というわけでね、ちょっと一旦この辺で終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。